楽楽園駅は、広島県広島市佐伯区楽楽園2丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M30。駅名は、1936年に、広島電鉄の前身である、広島ガス電気が、電車で楽々行ける、遊園地として、楽々園遊園地を開園し、その玄関駅となったことに由来する。遊園地は1971年に閉園したが、その後実施された住居表示により、楽々園の名は地名として残っている。当駅が含まれる宮島線の草津駅から広電廿日市駅までの区間は、広島ガス電気の手により1924年に開通した。ただしこの時あたり駅は開業しておらず、付近では、三筋川の右岸に、隅の浜駅が、中間駅の一つとして設けられていた。当駅が開業したのは1935年。まず8月に、臨時の停車場、塩浜海水浴場前が開設され、それを12月に、塩浜駅と変更したことによって、当駅は誕生した。この塩浜駅の開業と同日、隅の浜駅は廃止されている。当時の地名に由来する駅名、塩浜が楽々園に改められたのは、翌年の9月、広島ガス電気が楽々園遊園地を開園させたのと同日のことである。王子は、各地の私鉄事業者が沿線に遊園地を作り、旅客の誘致に努めていたが、楽々園遊園地もその例に漏れず、広島ガス電気が宮島線に対する需要を掘り起こすために開設した娯楽施設だった。楽々園遊園地は昭和30年代まで広島を代表する遊園地として長きにわたり親しまれたが、レジャーの多様化や競合施設の登場によって客足が落ち込んだ結果、1971年8月末をもって閉鎖された。駅名は1965年に楽々園遊園地駅と改称されていたが、閉園翌日の9月1日には楽々園駅へと戻されている。2面2線の地上駅。互いのホーム位置は斜めにずれている。路線の起点から見て、手前にあるのが、広電西広島駅方面へ向かう、上りホーム、奥にあるのが、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム。両ホームは、宮島口寄りにあったものが移されていて、かつてのホームは、通路として利用されている。下りホームには、駅ビルがあり、定期券売場がある。かつては、駅舎が存在したが、1980年2月に、焼失し撤去されている。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1の値にしたものである。広島電鉄のデータは線で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは 1.4 人程度の誤差が発生する。戦前は楽々園遊園地の南側に海岸線が迫り、遠浅の砂浜が広がっていた。海水浴場としても利用されていたが、現在は500メートルほど沖合まで埋め立てられている。1971年に閉鎖された楽々園遊園地の跡地には翌年、広電楽々園ショッピングタウンが開業した。2017年現在は、ショッピングセンター、ファミリータウン広電楽々園の敷地となっていて、マックスバリュー楽々園店、ナイスDヤマダ電気家電スマイル館、ヤマダ再起店、ホームセンター DCM 大輝楽々園店が置かれている。ありがとうございます。